イスズ B クロス、B クロス、ビアクロスは、1997年から、イスズ自動車によって販売されていた SUV である。1993年、平成5年に、乗用車生産から撤退したイスズ自動車にとって、当時唯一のスペシャルティカーであると同時に、スペシャルティカーと SUV という異なるジャンルを融合させたクロスオーバー SUV でもある。形式名は、 EX25DW、車名の由来はビヒクル、乗り物とビジョン、未来像とクロス、交差を合わせた造語であり、オンロードとオフロード、日常と非日常のクロスオーバーを表現している。サイモンコックスのデザインによるラウンドしたフォルムや、スペアタイヤ内蔵をバックドア、黒色 PP で造形された、車体下部など、極めて個性的なフォルムは大いに注目を浴びた。 車体はサンドアシャのみで、設定グレードも一つのみであった。イスズの RV としては珍しく、ディーゼル車が存在しないのも大きな特徴であった。1993年、イスズはコンセプトカー、B クロス、B クロスではないを第30回東京モーターショーに参考出品させ、その前衛的なスタイリングが広く、注目を集めた。ただ B クロスは量産型、 b クロスとは異なり、ジェミニ 4WD 車の車種を流用しており、クロスオーバー SUV に近い性格のモデルであった。b クロスが将来乗車の良好な反応を集めたため市販型の開発が決定。1997年、社名も新たに b リー o ロスとして発売された。車種はビッグホーンショート型のものに変更となり、車種の性格も 本格的なクロスカントリー SUV に改められた。ベース車種が大幅に変更となったため、コンセプトカーのデザインを再現するにあたって、相当な困難があったとされている。実車は長くなったオーバーハングなど、小モデルと異なる部分はあるものの、全体として、小モデルの雰囲気が再現されていた。 車体組み立てに本来収縮率の異なる交代と PP 等をうまく接合させることに神経を使うデザインであったためかつて117クーペハンドメイド社に携わった熟練組み立て工が手作業で担当したのも隠れた逸話である1993年東京モーターショー出品用のコンセプトカーとして1992年初夏に開発がスタート企画 基本設計は、日本、デザインは、ヨーロッパで行われた。主に、いすず、藤沢工場で行われた、基本設計では、3代目ジェミニなどで採用された、西堀ックサスペンション開発者の西堀ミノールが、リーダーとなり、作業が進められた。海外の悪路を走破できる、全転校型スポーツカーというコンセプトのもと、ラリーレードでも十分対応できる走りのパッケージが、追求され、 380mm を確保した最低地上高ロングストロークを実現した4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションの採用などが特徴である。またカーボン素材やアルミフレームなどの高価な素材も多用されている。エンジンはジェミニの1.6リットルエンジンをベースにしたスーパーチャージャー付きガソリン直噴エンジンの搭載が計画された。デザイン開発は ベルギーの家へ、イスズヨーロッパエンジニアリングで行われ、現在日産自動車乗務、デザイン本部長を務める中村志郎がチーフデザイナーとなり、デザイン全体のマネージメントを行った、チーフデザイナーは途中交代。エクステリアデザインのキーデザイナーは現在 GM へ移籍したサイモン・コックス。その後、イギリスに開発拠点を移し最終的なクレーモデルの完成にこぎつけた。 三代目ジェミニの基本コンポーネンツを流用して開発されたコンセプトカーであったため低いフロアやコンパクトなボディが実現可能となった後の市販化の際にはモノコックボディの技術を継承すべく再度ジェミニのコンポーネンツ流用も検討されたが生産設備の関係から結局見送られた百九十七年三月十六日に量産型ビークロスは 新車発表され、翌月4月26日より発売が開始された。量産化においては、同社で既に発売されていた、ミュー、ミューウィザード、ビッグホーンなどの既存のプラットフォームを有効利用するとともに、当時まだ珍しかったバックアイカメラ連動型モニターを標準装備し、レカロシートや桃のエアバッグ付き本革巻きステアリンを国内では最も早く採用するなど社外ブランドも、 積極的に取り入れた。同年11月には当初設定された5色に20色のボディカラーを加えたプレミアムプロデュースカラー25がオプション設定された。デザインが注目を浴び、RV、スペシャリティカーという現在主流になったクロスオーバー的な新しい車の位置づけも評価され、1997-1998日本カーオブザ。 イヤー特別賞とグッドザイン賞を受賞した。発売当初は5色の標準ボディカラーを10、数台から数十台単位でまとめて、塗装、生産していたが、途中から、受注生産、塗装に近い形となり、プレミアムカラー発売後は、ほとんどが手吹き塗装である。また、プレミアムカラーはそれまでイスズが発売してきた乗用車、SUV のフラッグシップカラーを元にしたものが多い。 1999年2月8日、国内販売終了に際して、最終限定車175リミテッドエディションを発売。BE クロスの開発コードに由来して175台が、すべて受注生産され発売された。この特別仕様の内容は、国内仕様に代わり生産される、北米仕様に準じて、各部メタル調のパーツ、ポリッシュ加工されたアルミホイール、立体デカール。 黒を基調とした内装にレッド、ブラックの本革シート、そしてシリアルナンバーを刻印した記念プレートが装備された。たった175台とはいえ、総生産台数からすると10台に1台が、リミテッドエディションとなる。日本国内での生産は、ボディプレスに使用したセラミック、コンクリート製金型の耐久性などから、当初限定で、約2000台から3000台の範囲で想定されていたが、 最終的に月産約200台の規模で行われた。国内市場での販売台数は登録ベースで約1700台。もともと少量生産が前提であったものの、車の性格、デザインが得意だったことやハードな乗り心地、二ドアという使い勝手にハンディを追ったことからメーカーが想定したほど多くの台数を販売することができなかった。海外での人気は高く、ロシアでは 正規販売されていないにもかかわらず現地で開催されたデザイン賞かカーオブザイヤーに相当する賞を受賞した。国内仕様に代わり北米仕様が藤沢工場で生産されることとなった。内容は先に述べた175リミテッドエディションの装備に加え北米の安全放棄、現地からの市場調査、テストに基づいた 3500cc エンジン。 6VD1、6V1 への変更、ヘッドランプのマルチルフレクター化、運転席、エアバッグの仕様変更、桃製ズ純正、容量変更55リットル70リットル、サスペンションの減衰力変更、バックアイカメラの廃止などが行われた。北米仕様では年次改良が行われ、2000年にボディカラーの追加、変更、18インチホイールへの換装が行われた。 販売台数は約4000台という実績を残した。現地法人では BE クロスによるスペシャリティ SUV の潜在的需要を掘り起こすべく2つのコンセプトカーが企画された。1つはカルフォルニアなどの温暖な地域でのオープンカー需要に対応した分仕用 VX-0 に1999年発表。もう1つは 使い勝手を向上させるべくビッグホーンのロングボディのフレームを使用して4度明かした VX-42000 年発表であったが2台とも市販化されることはなかった2002年 BE クロスは強化された北米での衝突安全基準等への対応も難しくなったためスペシャリティ SUV の座をアクシオムに譲り渡し生産・販売を終了した駆動方式は トートと呼ばれる電子制御トルクスプリット 4WD をビッグホーンより流用。ビッグホーンに比べ BE クロスの車両特性に合わせてトルクスプリットの応答性を向上させスポーツ性を強調した設定になっている。なお、北米仕様は現地の仕様特性に合わせ国内仕様のパートタイム方式からフルタイム方式に変更されている 2H の設定がない。 エンジンは 6VD1 型 3200ccd チェシー。ガソリンエンジンで75度という得意なバンク角を持ち、オールアルミ製でヘッドカバーにマグネシウムを採用されていた。国内仕様は 3200ccd チェシー。アメリカ版では 3500cc に変更。ガソリンエンジンのみの設定で、これはスペシャリティカーとして投入された車であり、高出力エンジンを搭載させるために、 あえて選択されたものであった。形式こそ UBS25 ビッグホーンに搭載された 6VD1 ながら大幅な改良が施された。主な改良点は次の通りである。これらの改良により出力、トルク、燃費等は次のように向上したスペックは国内仕様 3.2L6VD1 型のもの。ちなみに北米仕様の 3.5L6V1 型の スペックは次の通りである。なお、このエンジン改良は1998年にモデルチェンジが計画されていたミュー・ウィザードに先行して行われたものであった。車誌フレーム自体はビッグホーンショートのものをほぼ流用している。変更はボディキャブのデザイン要件やバックドア側の要件に対応してフレームとキャブマウント位置を変更したたびである。 マウントの位置は、蒸気略図のように、片側5点、両側10点に位置している。マウントに用いられる材質は、乗り心地や騒音、振動の低減に有利だが変形が大きい柔らかい、ラバーブッシュラ、ラリーレードで使用している、ナイロン樹脂に近い高度のものに変更した。乗り心地や快適性は、一般的な日常の低速走行では、あまり芳しくないが、高速走行時やダート、 モーグル等のアクロではドライバーに路面からの情報を遅延なくて規格に伝達する。サスペンションは前輪がダブルウィッシュボーン式サスペンション、後輪が4リンクコイルスプリングを用いている。かやば製のオイルタンク別体のショックアブソーバーが採用され、固めのスプリングと高い減衰力の組み合わせとなっている。足回りでラリーレードからのフィードバックが 特に強く反映された部品がこのショックアブソーバーであり、ビッグホーンのラリー車専用に設計されたアルミ製タンク別体式、モノチューブタイプのショックアブソーバーの採用となった。開発のベース仕様、ビッグホーンラリー用では減衰力が調整できものであり、しかもアルミ削り出しであった。開発の際、主要メーカー数社に依頼を行い、最終的に、 某メーカーのアルミ製タンク別大式、モノチューブタイプの開発、生産が得意な二輪部門、大問いで開発を担当することとなった。当時、アルミ製タンク別大式、モノチューブタイプのショックアブソーバーといえば、バイク業界でも最新の技術であり、四輪用ではまだ市販どころか、量産用の開発さえされておらず、二輪部門が開発を担当したのは当然の成り行きであった。 量産化に際し、調整構造の廃止と減衰力の見直し以外、競技者用とほぼ同スペックとした。実際に部品単体で、ショックアブソーバーを注文すると、1本あたり5万円という、破格の値段であった。なお、北米仕様のサスペンション設定は、現地の路面状況や思考に合わせ、ショックアブソーバーの減衰力の違いや、 ラテラルロットを廃止する等の変更が加えられており、国内仕様に比べて乗り心地を重視したものになっている。蒸気のようなハードな足回りに引き換え、トランスミッションは4速 AT のみの設定となっている。これには少量生産者ゆえの事情があり、運輸省、現国土交通省の形式認証を販売台数が見める AT 社のみとし、コストを抑えるためであった。 MT 社の開発が全く行われていなかったわけではなく、試作者も存在し、パジェロエボリューションのようなラリーレード向けのモデルも検討されたが、採用されることはなかった。なお、それに近いモデルとしては、1998年、ベルスポーツ製作のパリダカルラリー出場者や、トンボハウス製作のアジアクロスカントリーラリー出場者など、ラリーレード専用のモデルがある。 セミハンドメイドであったにもかかわらず、発表当時で295万円という、バーゲンプライスは、他社も含めた他社パーツの流用でコストを抑えた、賜物である。事実、ヘッドライトのシールドビーム部分には、オートザム、キャロル、フロントターンレンズには、ダイハツオプキ、サイドターンレンズには、ユーノスロードスター、ポジションレンズには、日産、パオ、ハイマウントストップランプには、 ユーノス100、マツダファミリアースティな、の純正部品が流用された。なお、バックドアや、フューエルリッド、給油口は鍵でしか開けられず、不便であるが、最後まで改良されなかった。オリジナルビデオ作品、ウルトラマンネオスに登場する、ハートビーター SX や、ウルトラセブン1999最終章6部作の、ポインターなどのモデル車両になった。 映画ミッション・トゥマーズにはオープン仕様の VX-02 が登場している。2006年春にビークロスオーナーファンクラブビアスクウェア開設5周年を記念したビークロス専門書籍ビアクロスパーフェクトクロニクル1993から2003が発売された。コンセプトカー誕生から10年にわたる奇跡を開発、生産、販売、モータースポーツなど まさに可能な限りすべてを網羅した歴史本となっている完全限定販売で開発コードにちなんだ175部となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。